ああ、こういうことだ。うおお、おもろいな、これ。でもすでに紙絵の匂いがしますね。最近、いいゲーム出すぎだな。新しいジャンルのゲーム来たか、ついに。X を押すスペクターに行ける。ああ、やっぱそういうことだ。これなんかね、入れ替われるらしい、こうやって。まあ、バロンみたいなゲームではあるけど、まあちょっと特殊なタクティカルって感じですかね。3対3らしいね、これ。あ、結構日本人やってるな。全然わからんの。まあそういうことよね。あ、マネーシステムなんだね。ハンドガン。オートハンドガン。これでいいか。アビリティもあれなのかな？買うのかな？あ、やっぱ買うっぽいな。フラッシュとかも買うんだ、これ。Ready up. Placing X barrier. うまっ。やってるやつやん。あ、これ。あ、あ、うろうろ来た。びっくりした。あ、終わっちゃった。一気なくなった。もし相手最強ですか。え、あ、死なないんだこれ。ハンドガン、これもう一気なくなっちゃったから、まあ、行って、危ない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 、あ、減速状態。え、てかマップクソ複雑じゃない。ありえんぐらいマップ複雑じゃない。何これ。これショットガンだ。ちょっとこれショットガンや。あ、間違えた。これそうだ、スペクト画面じゃなかった。やっちまった。これショットガン、あれ武器、これは AR なんだ。これなんで俺 AR 持ってんの、どういうこと。2人分のセットを購入する。あー、そういうことか。オートショットガンと AR って感じなのか、これ。あー、そういうことね。あー、 AR の体とSG の体があるってこと。クソむずいな、このゲーム。なるほど。AR、AR。あ、やっぱあれなんだ。ティアが高いやつは AR と AR なんだ。スペクター警告。あー、そういうことか。なるほどね。これがあれか。デコイの、あれなんだ。デコイが今、撃たれてますよってことか。あー、そういうことか。はい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 。センサーなんだね。なるほどね。あー、こういうことだ。うおー、あ、おもろいな、これ。なるほど。エリア広げるんだ、自分の体で。なるほどね。熱っ。3人ってのがいいね。このご時世。3人だったらマッチング時間とかめっちゃ短いからな。これめっちゃ面白いな。タクティカルだけど、バラとは全然違うね。あー、おもろいな、このシステム。あんま期待してなかったけど、正直。すげえな。いや、ゲーム自体はでもめっちゃおもろいわ。キャラクターがどうのとかは知らんけど。これめっちゃおもろいな。今度ディフェンスサイドか。味方をってか、俺をどっかに配置すればいいんだよな、これ多分。そういうことだよね。アラボの範囲がどれぐらいなんだろう。こうやって設置して、で、俺はこっちを守ると。あー、終わった。いや、相手めっちゃ、これ慣れてるやつだな。あんま裏取り強くないね、それで考えると。今みんな適当だから強いけど。
レゴ1個でも置いてあったらバレるってことでしょ。自分を A と B に設置できるのおもろいな。え、これすごい。どの辺まで探知するんだろう。あ、違うわ、間違えた。こっちのあれだ、人を置いてっちゃダメだ。ちょっとこうだ。え、ケツ出てる。ちょっと待って、いや、もうすでに髪上の匂いがしますね。これバロよりでもむずいと思うよおそらく。でもこれよくできてるな。これやばいな。最近いいゲーム出すぎだな。これでもむずいタイプだけどよくできてるね。敷居は全然低くないです、このゲームは。ちなみに言うと。多分相当むずいタイプのゲームですね。まあ、すごい面白いけど、コアな人以外には、あれだよね。いや、これでもバロラントじゃねってなりそう。まあ、違うんだけどね。厳密には、ね。あ、ここでもさ、ここに置いといてさ、これ良くない？これいいね。前目にアラート置いといて、で、自分がこっち見とけば、全部前目で抑えられる。欲張り構成。え、逆じゃねこれ。バロとかよりあれでしょ、情報が取りやすいから、気軽に多分楽しめるっていうあれだと思うけど。あ、もう撃たれてるわ、スペクター。多分死んだわ。あれ、帰ってきたか。あれなんか今変じゃなかった。Has been planted. ハンマーがなんかね、当たんねえっすよ。よく仕様上がってない。なんだそのバリアみたいなの。あと一人いるな。どこだ。終わった。これ VC だからあれですよ。バロとかよりいらないってことですよ。人数3人だし、自分でエリア取れるから。泥仕合すぎだろ木田がマジで見えないんだな、このゲーム。インスもできないようになってる。これめっちゃ面白いな。新しいジャンルのゲーム来たか、ついに。3対3ってのがいいね。マッチングで困ることないしな。人数なんて少なければ少ないほどいいからな。まあ、確かにこれ、こうやったら確かに解決できんのか。タクティカルでやっぱ5人未満ってむずいよなって思ってたけど、こういう解決方法があったのか、まあ、カジュアルではないね、ゲーム性で言ったらね全然カジュアルじゃないね、ゲーム性は。すごい、一人で A つっついてミッド取るとかできるのマジでやばいな。で、これが多人数になったらさらに複雑なことできるわけでしょ。いや、かなり面白いよ。レゴイの検知ですら多分フェイクにできるはずだからな。検知させて、例えば入れ替わって A で内側取って、でまたデコイで帰って B ラッシュみたいなこともできるよ。すごいな。で AB 揺さぶってる間にミッドを置いといたデコイがラークして枯れるみたいなこともできる。いや、めっちゃおもろいな。いや、これは面白いな。かなりたまげたゲームが出てきた。